ここお気に入りで、この隅っこの一角はいつも人がいないんです。そうですか。ひとえさんはいつもここでバトルを？いえ、私もカードを手に入れたばかりなんです。アキラさんと対戦したのが初めてのバトルで、緑子に教えてもらいながら脳内ではバトル展開をいろいろ考えていたんですけど、これとか。え？すごい。そんなじっくり見ないでください。でも浅はかでした。本当のバトルはやっぱり違って、私にはまだ早かったかなって。え？だったらどうして私とバトルしようって。あのあなたは弱そうだから大丈夫かなって。ストレートですね。あ、ごめんなさい。でも私どうしても勝ちたくて。一生懸命なんだな。もし私とバトルして勝つことでこの子が願いに近づくんだったら。バトルしましょうか。
さんと戦った時のフィールドより心なしか温かいような。あ、本当だ。ゆずきさんと戦った時とも違う。風が気持ちいい。フィールドは対戦者同士の相性を映し出すんだよ。相性？人絵の緑にルーコの白。珍しい色だね。二人が一緒だと木漏れ日が生まれる。そっか。なんだか落ち着いてバトルできそうです。緑子。うん、ベストを尽くそう。人絵さんも緑子さんもいい子だね。なんかにゃん。ルーコさん、先行でお願いします。ドロー、エナチャージ、タナグロー。レベル1がない。ターンエンド、負けない。ツードロー、エナチャージ。ミケミケ召喚。ミケアタック。全然違う。うちでばあちゃんとバトルするのと。にゃー。耳のあたり熱くなる。痛みまで感じる。だけどドキドキする。カマ、レベル2にフロー。ラウンド、そしてスクエア。ラウンドでミケにアタック、バニッシュ。スクエアで攻撃。ミルイコさん来る。大丈夫だ。グロー。はい。緑子さんレベル2に。白召喚。緑子アーツジャイアント。次のターンまで白はパワープラス5000追加。白アタック。勝っちゃいけない。ルーコさん、いきなりテンション下がったね。今だよ、人へ攻撃を。はい。だって私は。トム。ビルルクタン、グロエナが十分に。アーツディーピングアナライズ。来たね、とうとう。あの能力は手札を捨てられる。それだけじゃない。その願いも当てちゃおっかな。見られる、見られちゃう。見られて何が悪い。花代さん、願いが叶えばどうせみんなにバレるんだよ。腹くくりな。あいつのことだ。どうせひどいことを言ってくるだろうが、いいかい、あんたの願いは恥ずかしいものじゃない。そんでもって願いのぞえちゃえ。ビルルクターのミト。インモラル。弟が好き。嘘。弟ってこの間の顔そっくりなチビ。落ち着け。分かってる、分かってる。知ってるよ、そういうの。なんていうか教えてあげる。謹慎さ。黙れ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 。ゆずき、連邦一楽。ダメだ。そんなにカロリーのかかるアーツを今使ったら。やめろゆずき。って私が勝っちゃったら人へさんの願い叶わなくなっちゃう。そうだよ、ダメ。勝ちたい。ダメ。トム、あなた今おしゃべりしたの？ダメ、わざと負ける。ダメ、勝ちたい。トム勝ちたい。トム。
わざと、わざと負けようって言うんですか、ルーコさん。そんな風に勝ったって嬉しくありません。意味ありません。ひとえさん、もう知られてしまっていますから言います。私は友達がいませんでした。青森から東京に引っ越してきて、言葉もなまってたし、クズでしたから一人になって。でもそんな時、青森の友達からもらった手紙を読んで、何度も読んで救われて、私にとって友達ってとても綺麗なものなんです。ひとえさん、だからズルなんてしてそれで勝ってまで欲しくないんです。ちゃんと自分で頑張って、それでちゃんと欲しいんです。かっこいいな、ひとえさん。ごめんなさい、ルー、願いはないけど、でも戦いたい、思い切り戦う、一生懸命。ねえ、ゆうこさん。いいね、こっちも思い切り行こう。はい、やっぱり楽しい。胸のところが熱くなって、ワクワクして叫びたくなって、スペル対価、すぐには全て強化。このスペル通さない、アンチスペル。こんなの初めてだもん。大丈夫さ、ひとえ、頑張ったね。私、勝ったんだ。本気のバトルってこんなにすごい。あれ、バトルが終わったのにどうして元の世界に戻らないんだろう。どうしちゃったんだろう、ねえタマ。タマ、タマ、進化したんだね。進化？バトル内でのグローじゃなくて？うん、セレクターが無限少女に近づけば近づくほど、僕らルリグも能力を得て強くなっていくんだ。タマ、すごい、素敵だよ。で、ありがとう。あ、タマ、またそれ。文字も変わってる。あの、ルーコさん、タマも。弱そうなんて言ってごめんなさい。二人はとっても強かったです。ひとえさん、あと一回負ければもう私の願いは叶わなくなっちゃいますが、それでも悔いなしっていうか、いや、でもちょっと後悔が。あの、はい、よかったら無限少女とか関係なくてお友達になりませんか。あの、ルーも引っ越ししたばかりでお友達できなくて。でもできてみたらやっぱりいいなと思って。だからルー、私じゃ嫌かもしれないけど、よかったら。嫌なんて、そんな。あの、ちょっと静かにしてもらえますか。すいません。あの、考えさせてください。ひとえさん。もう寝てる。うわぁ、もう真っ暗。ばあちゃん心配してるかな。まあ、
カードゲームの本？見事なものだね。カードの一つ一つ丁寧に説明してある。うん、知らないカードいっぱい。あ、このカード良さそう。何してるの？あのね、今日知り合った子がね、デッキとかバトルの流れのイメージとかをノート取ってて。友達になれそう？うん、返事待ちなの。はいはい、夕飯の支度済んだらばあちゃんにも読ませてちょうだいね。後で対戦もしよう。今の玉なら赤カードをもっと入れればサーチの効果と合わせて、あ、いけるかも。でもカード抜いちゃうと柚月さんの純粋な赤デッキには弱くなっちゃうか。楽しいからバトルしたい、今はそれだけ。でもそれが許されるなら私、あ、私出るよ。はい。あれ、和樹くん、どうしたの？え、柚月さんが？柚月さん帰ってこないって連絡は？電話もメールも返事がないんだ。ルーコさん家にいるのかもって思ったんだけど、もしかしてアキラさん。どうしたの？もしかして張り切りすぎちゃった？前のめりすぎ。そんじゃそろそろ形勢逆転行かせてもらおうかな。ここでカズキの言ってたアダマスフィアがあれば反撃できるのに。はい、ピルルクタン、とどめ刺しちゃえ。ドーン。ゆずき！ゆずきさん！もしかして、アキラと？待って！どうして戦ったりしたんだよ！話して！今のままじゃ勝てないって言ったじゃないか！なのに！うるさい！ゆずき！カズキには絶対わからない。私の気持ちなんて絶対！ゆずき、これって桃香さんに頼んで手に入れることができたんだ。え、あ、それじゃあ今日桃香さんと会ってたのって。どうして知ってるの？他のカードとトレードしてくれるお客さんがいるからって桃香さんが間に入ってくれたんだ。どうして言ってくれなかったの？トレードが成立しなかったらぬか喜びさせることになるから。ゆずき、責めちゃってごめん。うん、まだ始まったばかりだよね。カズキ、そのカードがあればゆずきはもっと強くなる。これからなんだ。僕も協力する。一緒に強くなろう。ゆずき、大丈夫だから。ちょっとだけ一人にさせて。ごめん。ゆずき、カズキ君、ゆずきさんのこと本当大切に思ってるんだね。うん、僕小さい頃は体弱くて気も小さくて、ゆずきにいつも助けてもらってた。今度は僕の番。ゆずきの願いを叶えるために僕も頑張りたい。ゆずきの願いが叶った時に僕もゆずきを助けることができたって胸張りたい。バカカズキ、どうしてそんなに優しいんだよ。優しいから余計辛くなっちゃうんだよ。おはようございます。
アキラ遅い。早く着替えて。ごめんなさい。いいよな、いいよ。かわいいよ。失礼します。くそ、誰だ。ひとえに勝って、ゆずきに勝って、なんで何も変わらねえんだ。フィクロスは3回負ければバトルに参戦する権利を失う。なら何回勝てば無限少女になれるんだよ。無限少女になるには勝利だけでは足りない。それぞれの願いに合わせた条件が必要になる。だからそいつを教えろっての。言えよ。でないと破るぞ。ほら早く言えよ。ビリッといっちゃうよ。一気に。ほら破ればいい。誰なんだよ。ムカつくんだよ。待ちやがって。てめえがその物言い、あいつ思い出すんだよ。いよな、てめえが済ました情をずらしてられんの今だけだぞ。覚えとけよ。ねえイオナ、アキラバトルの匂いがしたわよ。しかも勝利の匂い。その割に機嫌悪かったね。ねえイオナ、アキラやっちゃいましょうよ。あの子の泣き声、きっと無様で惨めでたまらないわよ。物騒なこと言うと燃やすよ。わあ怖い。時計仕掛けの影にうなずいたら、終わりのドアが開き始まる闇、危うい答えそこに見え隠れる。今日の祈りは明日タブーになる。天と地を映す祈りは冒涜。